はい、2月12日日曜日です。今時刻は12時半を回ったところになります。天気は晴れということで、朝からずっと快晴だったんですけれども、8時くらいでしょうかね、朝はかなり寒くて氷点下ということですね。マイナス1度と、かなり寒かったんですけれども、まあ、1時間2時間とこう時間が経つごとに気温もどんどん、ぐんぐんこう上昇しまして、本当にウェアですね、もう薄着でちょうどいいと、それくらいこう汗が滑っていると出てしまうと。でその太陽の影響で雪も結構緩んできまして、まあ、あの春雪ですね、もう完全な春雪になってます。まあ、これまたコース上部と下部とで全く違うんですけれども、下部のコースでは、シャバ雪、春雪ということですね。で昨日もそうだったんですけど、今日もですね、まあ、週末ということで、まあ、昨日祝日ってこともありましたのでね、もう完全に、まあ、普段土曜日お休みの方も、昨日はお休みで、で昨日今日と、まあ、2連休の方が多かったのかなというふうに思います。何かお正月とか3連休を思わせるような、もう週末でしたね。リフト待ちもそこそこありまして、そこそこありまして、あとコース上もですね、まあ、場所によっては結構混雑するところもありまして、そこはかなりちょっと注意深く、滑る必要がありましたね。今日はこれストックですね、私のストックなんですけども、スキーで滑っていまして、まあ、これスキーですとね、比較的進行方向に対して左右、まあ、正面ですよね、方向にかなり視野を広く取れるもんですから、危険察知もかなりしやすいんですけれども、スノーボードの場合ですとね、どうしても背面側っていうんですかね、まあスキーで言ったらこう左、私もレギュラーなので、まあスキーで言ったら左側なんですけど、まあ片側スキーよりもですね、視野が、まあ半分とまではいかないですけども、まあそれに近いような視野の狭さといいますかね、制限というのがかかりますので、まあ衝突ですとかね、まあそのリスクが、まあ、お客さん多い時は高まるなということで、今日はスキーで良かったなとちょっと思いました。で雪質もそうですし、あとそのシャドウと言いますかね、盤状況もそうなんですけども、こういった混雑状況を鑑みてですね、スキーかスノーボードかっていうのを選ぶのもありなんじゃないかなというふうにちょっと思いましたね。まあわがままにですね、まあ今日なんか混雑してますのでね、固くなにスノーボードしたいしたいって、スキーができるにもかかわらず、スキーの道具があるにもかかわらずですね、まあ行ってしまうと、まあ、思わぬ怪我とか事故とかになんかつながってしまうんじゃないかなって、まあちょっと弱気な発言なんですけども、まあちょっと今日は思いましたね。というのも結構私の滑ってる周り、まあ、前方ですとかね、でその衝突というか、まあ、接触ですよね、されてたお客さん同士の接触っていうのも見られましたので、まあ、ちょっと今日は余計に、ちょっと消極的と言いますかね、尻込みしてしまいまして、そんなことを思ってしまいました。はい、ということで、まあ、今日も立てました、雪上に立てましたということで、備忘録でした。以上。